皆さん、こんにちは。福田明日香です。この度、YouTube チャンネル始めることにしました。イエーイ。はい、というわけでですね、もう YouTube チャンネルを開設したいっていうのは、1年前ぐらいからね、思ってたんですよ。本当に。結構真剣に。なんですけど、YouTube やるからっつって、いろんな人に言ってたんですけど、結構やるやる詐欺でずっと日々が過ぎてってしまって、きっかけがポンポンポンと3つぐらいあるんですけど、私、生配信で、ライブ配信はやってたんですね。ライブ配信を、見てる方はほとんどの方が夜に見てるということに気づきまして、やっぱね、子供いる人夜なかなかね生放送難しくて、でしかも結構コンスタントにこうやっていかないと気づかれないっていうことに気づきましてでちょっとね、あ、これちょっと生配信だけやっていくのって難しいと思って時に、あ、YouTube だったらやっぱりそのいつでも、見れるっていうところで活動の場を広げた方がいいなと思ったので、一個こう歌手、俳優、いろいろね、エンターテインメントの仕事いろいろありますけど、 YouTuber っていう、お仕事の人たちって、何なのかなっていまいちこうなんか、ピンときてなかったんですけど、子供が、まだ幼少なんですけども、今日幼少って言わないか、幼児なんですけど、ヒカキンさんのね、YouTube 見た時にですね、すごい反応したんですよね。すごくこう楽しいみたいで、やっぱり今子供たちの中ではかなり大事な娯楽なんだねっていうのは一個ね、気づいたの大きかったです。そういうことも、踏まえたときに、じゃあ、私は一体どういうことをこう伝えたいかなって、いうのがですね、自分のこう今までの経験、結構いろんな経験をしてるんですけども、私は12歳のときに、モーニング娘。というグループで、デビューして、で、そのときにやっぱりこう培ったものとかも入れ込んでいきたいですし、その後、学生生活を送るんですけど、その学生生活の時に、なんかこう、得たものとか、あとは、そうですね、お酒をすごく飲むんですけども、そのお酒についてとか、ちょっとね、やっていきたいと思うんですけどね。今考えてる中では、江戸っ子地図を見ながら、昔はここに何々があったっていうことを、調べてそこに行ってみてですね、冒険しようっていう外ロケとかですね、音楽史、ブルース、カントリー、ロック、ポップス、いろんな、ジャンルの音楽を取り上げて、ちょっとミュージシャンゲスト、招いて語り合ったりとかですね、軽くセッションしたりとかですね、そういったことを、やってですね、へえ、そうだったんだみたいなことがたくさんね、深掘りできたら、みんなと一緒に楽しめるんじゃないかな、っていうで、ですね、目標登録者数ですね目標登録者数、いやね、このね、今まで、今ざっくりこんなことやりますよって、言って、それを聞いた人はみんな思うと思うんですけど、ちょっとあんま王道路線じゃないんですよねゆっくり増えていくかなというような感じなんでね、目標としてはもうなんか皆さん結構ほら、江頭さんが100万人登録者数100万人超えたとか、すごい勢いでいろんな人やってますけども、ちょっと謙虚に、謙虚ではないですか、50万人50万人まで行ったら
ちょっと私やりたいことがあって、中澤裕子ちゃんってね、私が12歳の時にですね、一緒に活動していた、モーニング娘。の初代メンバーの子がいるんですけど、ぜひですね、アポなし電話をしまして、はい、アポなしなのか何なのか分かんないですけど、YouTube ちょっと始めたんですけど、コラボで出てくれないかなっていう出演オファーをするっていう企画をちょっと考えてて、これ願望ですよ。これ聞いてない感じで聞くか分からないけど、あと私が九州に行きたいっていうのもあるんですけど、九州まで押しかけてコラボをしてもらうっていうこともちょっと考えてます。ぜひ皆さん楽しみにしてください。そして、高評価、まあ低評価でもいいんです。何しろ、気づかれたい年頃の福安です。いろんなことやってきますので、皆さんぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。